ダブラエステマーケーミンダブラエステリオミンダブラエステコリーン。こんにちは、マーキーです。皆さんお元気してますか？今回はポーランドの、現状についてお伝えしたいと思います。先週からですね、ポーランドはマスクの着用が義務になりました。で、マスクを着用しての外出となっています。ちびっこも同様ですね。もし違反した場合は500ゼロッティの罰金になってますよ。わー、日本円で言うとですね、1万5000円ぐらいかな。マスクしてないと罰金になります。なので皆さん、マスクをして歩いてるんですけど、ポーランドでは今までですね、マスクの文化がなかったので、ちょっとなんだか異様な風景に見えますね。それで皆さん歩いてます。今週からポーランドの規制が少しだけ緩くなりました。少しですよ。いくつかのお店が開くようになってですね、スーパーの方も、人数制限が以前と比べて少し増えたので、以前と比べてそんなに外で並んで待つっていうこともなくなったので、買い物もだいぶしやすくなりました。本当助かってます。とはいえですね、別にコロナが収束してるというわけではなくて、逆にですね、コロナの感染者は増えてると思います。現在のポーランドのコロナの感染者なんですけれども、4月24日時点、金曜日の時点でですね、現在の時点で、感染者は10,759人、回復者は1,740人、亡くなられた方は463人となってます。死亡した方は日本よりちょっと多いみたいですね。どこの国よりもですね、いち早くロックダウンしていろいろな政策をしてきたポーランドなんですけれども、これだけのコロナ感染者が増えているんですね。ですので日本はこれからどんどんもっとですね、感染者が増えるじゃないでしょうか。もう皆さんね、気をつけて予防してコロナに感染しないように頑張ってくださいね。今回の規制変更でちょっとだけですね、外出ができるようになりました。公園とかもですね、行けるようになったんですけど、遊具の使用はまだ禁止です。ですが散歩とかはできるので、人との接触とかをですね、人との接触とかをしないように散歩して、普通にね、太陽を浴びて、ちょっとちびっこに走り回ってもらって、気分をリフレッシュして帰ってきてますね。ポーランドではすっごく本当にですね、太陽のありがたさを感じるので、外には皆さん出ていきたいんですよ。出ていきたいんです。もう大事な、やっとですね、太陽出てきてあったかくなってきたので、皆さんも外に出たいで、ちょっとみんなイライラしてたと思うんですけど、やっとちょっとだけ外に出れるようになって解放されて、皆さんもですね、ちょっとだけ散歩をしてますね。やっぱでも公園のないところは人が集まってるようなんですけど、そういうところはね、気をつけて行かないようにして、人のいないところにですね、行くようにしてます。日本もですね、外出自粛で皆さんきっとストレス溜まってイライラしてるとは思うんですけれども、それはすっごく気持ちがわかりますよ。ポーランド約1ヶ月ぐらい外出禁止だったので、すごく気持ちがわかるんです。ですがですね、この状態はもうどうしようもないことなので、皆さんも今までできなかったことをする時間とかですね、家族との時間を過ごすとかですね、なんかポジティブに考えて、ネガティブではなくてポジティブに考えて、皆さん楽しく過ごしましょう。頑張っていきましょう。ポーランド料理作るのもあれですよ。皆さん作ってみてください。ポーランドの状況はほとんど変わってないんですけど、もう今できることをやって楽しんでいこうと思います。
皆さんも何かしらやって楽しんでください。今を楽しんでください。ということで、私はこれからちびっこを連れてですね、少しの間、ね、人と接触しないようにしてちょっとお散歩行ってきたいと思います。では行ってきます。カカオ店に来て。美味しい。アイス好き？アイス好きな人？ディエゴも手挙げてる。